だよ、動画を超えてんだよ。犬神様だ、お前の先輩だぞ。コラボしてやってよ。コラボしてやってんだ、お前。なんでやるだ。俺はここでモーニング娘。の辻のぞみが YouTube に入ったか、その理由を言ってやるよ。そういえばな、モーニング娘。といえば、先立てエイズだったか、ほら、あの吉田ひとみがボロボロだ、運転のマナーの悪いことでボロボロだ、しかも一般庶民に被害を加えてやろう。とんでもない、あかんだろう。そんなのやったらやったらいかんやろう。もう終わっちゃってるぞ、そうよ。そういうわけで、ね、あの私のね、相方の大先輩キラー仮面様をなぜそっちよりも抜いたんや。なんで俺を抜くんだ。抜くんだったらお前ら他に抜くやつがいっぱいいっぱいいるだろう。いっぱいいっぱいいるだろう。なんで俺は抜かれなきゃいけねえんだ。いけねえんだ。そうだそうだ、おいおいおい、そうだそうだそうだ、なんで俺が抜かれるんだ。キラー仮面を抜くんだ。キラー仮面を抜くんだ。お前ら他に抜くやつがいるだろう。キラー仮面様を抜くな。キラー仮面様を抜くな。ちゃんと言えばやっぱりな、あのカゴちゃんだよな、モーニング娘。な、そうだそうだ、うん、そういえばな、何がカゴちゃんなんだ。辻は、辻とカゴは何か関係あんのか。あのあれだよな、あのモーニング娘。でな、当時は俺 見てたけど、あの吉田優子さんなんかね、すごく有名で、あのリーダーだったからな。二人でちっちゃくてポチッとしてるから、そうね、可愛いからね。そういうことやったんですよね。他はみんなスラッとしてるからね。そうそう、うん、なかなかいい女性でしたね。どっちが好きかよ。ああとね、どっちだ、吉田さん、じゃなくて、なんだっけ、辻ちゃんとかぐちゃんどっちが好きだよ。なんだ、名前出てこないやつ来ちゃおう。あれだよ、あの辻のぞみ、その次かごちゃん、そしてあとは新垣梨沙、そしてあとね、他はその他だ。他はその他ね、そして言ったらラブマシンだよ。ラブマシンをラップ入れてやるぞ。イエス、モーニング娘。ラップでやらせてもらうチェン。イエイエイエイ、カゴちゃんも辻ちゃんも、カゴちゃんも辻ちゃんも、ラブマシン、イエイ、みたいな感じだよ。キラカメも、モーニング娘。イエーイ、やっちゃった。なんか飛ばしてまいぼう。イエーイ、なんか飛ぶな。イエーイ、なんか飛ぶな。はい、そんなわけだ。もう一回行こうか、こっちが。ラブマシン行こうか。ラブマシン、ラブマシン、オッケー。うん、モーニング娘。はいや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 、あんたも私も、ウォ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 、社長さんも専務さんも、ウォ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 、ラブラブマシン、イエーイ、ありがとう。久しぶりだな、ラブマシン聞いたな。イエーイ、いいぞー、ありがとう。イエーイ、Thank you。 Yes、 YouTube デビューした先輩から一言、一言、先輩から一言、先輩、お願いします。ありがとうございます。そんなわけであってね、ついちゃんね、コンガチュレーション、とりあえず動画にね、出てくれたってことでな。毎日毎日作んなきゃいけないんだよ、動画を。そうだぞ、毎日やらないかんぞ。毎日だ。そう、毎日やらないかんぞ。毎週やらないで、毎日20キロできたら困ってんだ、動画なんか。どうすんだよ、泳げたい焼きくんよ、じゃん。来るのは遅いし、何やってんだよ、さ。そういうわけでね、こうぶつけたれぶつけたれって感じですよ。毎日やらないかんぞ、ええかーみたいな。食べたらいかんぞ、食べたら。そう、食べたらあかん。そう、好き嫌いにすればあかん。そう、みんな同じで平等だ。そう、みんな動画をどんどん作って、そうだけど、キラーカメン様はね、はい、あの自分のね、はい、相方のキラーカメン様はね、はいはいはい、なぜあなたの方がキラーカメン様を抜くんよ。
そんなことしたらいかんでしょ。ありがとうございました先輩。ありがとうございました。いやいやもう先輩、今日はもうお疲れに。いやいや、とんでもございません。いやいや、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。